シアターロイヤルはシドニーにあるオーストラリアで最も歴史の長い劇場組織。シドニーにあった最初のシアターロイヤルは1827年にバーネット・リービによってロイヤルホテルの裏手に建設されたがリービの没後1838年に未亡人によって売却されシドニーのロイヤル・ビクトリア劇場を所有していたジョセフ・アヤットの所有となったが 1840年に火災で消失した。その後、35年間にわたり、シアターロイヤルは休眠状態となったが、1875年に至り、同盟の新しい劇場がキャッスルリーストリートのローストリートとの角、オーストラリアホテルの隣に建設された。1971年から1972年にかけて、シアターロイヤルの建物は、 同じブロックにあったほとんどの建物と同様に MLC センターの建設のために撤去された。建設労働者組合などの運動もあってデベロッパーであったレンドリースは新たに開発される複合施設の設計に代替となる劇場を盛り込むことになった。新たなシアターロイヤルは1976年に MLC センターのキングストリート108番地の ピットストリートとキャッスルリーストリートに挟まれた場所に開設された。新たな施設は1180席の規模で演劇、コメディ、ミュージカルなど広く多様な娯楽を提供した。2016年10月時点で改装のためとして閉鎖されているが再開されるか否かははっきりしていない。ありがとうございます。